まあでもさ、基本挟まってくれるからぬるぬるになる。やっぱさ、悪水とか糖水はあったんだけど、そうそうなんですよ。なかなか悪糖はなかったと。ないね。いうことでね。初めて。そうっすね。対マンしたことない。なんかワンブリーだってアクターが言った時に、あのいや私もミコメットでやっちゃったってなって、いや悪党であればって言ったら本当にこうなりました。なりました。ということで、悪党は不仲じゃないということをね証明していきましょう、このワンブロックで。不仲って出てたの。不仲ってこと証明してほしい。出てたの。めちゃめちゃここが不仲だったらめちゃめちゃスタテもギスギスだけどね。ちなみに言うけど、ね、うわー、アクターでギスギスになってほしい、ね、めちゃ営業うまいやん。だったらすごいって。待って、これ落ちる、え、これ一遍落ちてみる。うわー、やだー。何やってんだてめー。わーあーやだ。ねー、何やってんだ。何してんだ。え、これを掘るんでしょ。掘ってエリアを広げていくんじゃないの、はい、ててい、そういうことです。はい、全部私の元に来るんですけど、なぜか、なぜ。おっバカどもが。何を目標にしますか。それはやっぱりさ、あ、お、なんか出てきた。何。そうなんです、ここ生き物も生まれてきます、ブロックから。え、マジ。はい、こんにちは。こんにちは。だ、大事にしてくださいね。こいつも、こいつ殺したらどうなるの。殺してもいいけど繁殖させれなくなるね。あ、積むんですか。それはそうです、我々はあの羊を殺してしまったせいでその後ベッドを作れませんでした。あ、そういうことか。そういうことですね。でもこいつちょっと邪魔、もうちょっと横に行ってもうちょっと向こう行って。でも木だったら星読み、もうちょっと向こう行って、ほれほれ。ジャガテリヤキみたいなやつ知ってる、新しい期間限定のやつ。食べたことない。うわ、やばい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 。あー、あー、ついに出てきてしまいましたね。なんだこいつは。やつが出てきてしまいましたね。まあ、被害は、被害少なくない。え、動物死んだんじゃないの。被害少ないよ、ほら思ってたよりリアクションも薄い。え、慣れてる。え、ワンブロック初めてじゃない、もしかして。あ、初めてですけどね。もうこのクリーパーが出てくるのを今か今かと私は待って黙ってた。あ、もしかしてこれ盛り上がりシーンなの。そうだよ、これは盛り上がりシーンとして切り抜かれているところですからね。そうなの。ダメですね、今取れ高が取れ高ないですね、今。いや、すごい出ちゃった。今自分のことを防衛することにいっぱいいっぱいで、今こいつやべえなと思ったらね、通話切っていいから。あ、けけけけけけ、やべえって思ったら即切る。なんだかんだね。え、石はね、今一番 ちっちゃいところのね、ボックスに入れといたから。え、まずベッド作るの結構あれ？え？さよなら、今までありがとう。生まれた。あ、ごめん。ほら、なんか来た。うわー、キノコ牛来た。ご飯になりますからね。お、また出てきた。二体目の。じゃあもう牛ぶっ殺し。そろそろ食に困ったろっつって出してくるんだよ。あ、なるほど。え、次何。はい、いい感じ。はい、いい感じ。なんかめっちゃ綺麗になってる。これ綺麗に使わねえとな。うん、これ綺麗に使わないとブチギレ、ブチギレするから頼むわ。了解。あ、何何、皆さんが作った大事なハサミを。うわああ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 あ
が起こんのこれ。ちょっと待って、食料になった。待って、私たちの食料ご飯ないなった。2匹一緒に落ちてたんだけど。こいつはもう意味ない。え、何この、なんか、え、殺したんだけど。え、待って、こいつ、は？え、待って待って、眷属です。眷属です。たーちゃんのこと見ていたので。眷属です。あの、ちゃんと飼い主責任持ってください。こっちやばい、隔離しないと。こいつはマジ、こいつはとんでもないやつ出てきた。あの、今後動物まだまだたくさん出てくるんでね、弱肉強食気をつけてください。もうここはこうして、ミコメットは、羊をなくし、全ベッドを作れなかった。いやでも、ベッド作った？いや、作ってない。え、でも毛は刈ったよ。あ、ほんと？毛は刈ってて、ねえ、汚いここ。え、なになに、怒ってる。誰？絶対私じゃ、絶対私じゃないもんね。めっちゃ怒ってるわ。誰？誰？スイちゃん、めえしかいねえんだよ、めえしか。一緒ね。かないわ、めちゃめちゃ。え、インテリジェンスこだわるタイプ、インテリア。あ、え、なんか出てきた。え、ね、かわいい。おい、こいつマジかわいい。かわいい、つらいよ。なんだこいつは。嫌われてるって。は？てめえ、おい。俺なんか目と目が合ってない？ふぶちゃん、あ、やだって。やだって。いいよ。ああ、ええ、ちょっと待って、あの教団は、教団、キツネは2ブロック乗り越えられるから入っちゃった。こいつ殺す。こいつ殺すか。え、こいつが食ったの？そうだよ。え、はい、とんでもない、マジで。目が真っ赤になってたからね。マジで、もうしっかりしてくださいよ。こいつやばい、マジ全部食うやん。眷属だよこれ。あ、また可愛いキツネ出てるやん。あ、お、本当の。可愛いね。よ、食うか。本当だ。やめろ、マジでやめろ。ねえ、これこれやめて、やめて、お願い、そこ行かないで、バカ。危ない。これ二重にしないとか、二段にしないとね、囲まないとだね。どいて、いや、なんかさ、いや、そのさ、結構それもとあん中で思い出なんだよな、そのクレーンゲームやったこと。確かに。みんなで、あの、隣の外国人歴がずっと、おー、プリーズプリーズプリーズ、カミンカミンってずっとやってたのがちょっとおもろかった。早く取れろって。え、ちょっと待って、アクア、何殺した？え、何を？え、吹雪を。え、そんなわけないじゃん。一匹しかいない。え、あれ、な、落ちた。ま、落ちた。まあいいか。まあいい。ごめん、魔が差しちゃった。殺すな。魔が差しちゃった。だって目の前にいたんだもん、魔が差しちゃった。え、目の前にいたからって殺すんですか？とんでもないな。とんでもないやつだ、マジで。それで、とんでもねえ、とんでもねえやつだこいつ。とんでもねえ、とんでもねえよー。スイちゃん殺されました。どうした？殺されたんだよ、あいつに。え、じゃあこいつがいけないってこと？そう。いいのか、私は鉄のピッケルを持っている。おい、私を殺すということは、おい、こいつがどうなってもいいのか。あぁ、拳で勝負だ、拳で。死ぬぞ、いいのか、落ちるぞ、いいのか。
よし、作ろうっと。うわ、これ殺してまあまあ、わかればよろしいよ。はいはい。はい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 。いった！いいのか！今だ、あ、今だ。よし。よし。ちょっとふざけないでもらってもいいですか？ちょっとこっちはちゃんと仕事してんのに困りますけど。よいしょ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 。エンドラ行くんですよね。なんかまた怒ってる。あ、え？あ、出て出て！はあ、私ら殺されるってもうここに居場所ないよ私たち。もうしゃあないか。キツネ生きてなかったな。じゃあ掘りますな。はい。あ、またオカミ登場したよ。もうしゃあない。ミオ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 やばいやばいやばいミオやばいミオやばい本当にやばいミオやばいミオ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 おめっちゃキレてるやん。おい、キレすぎ。さすがにこれキレすぎだろ。いや、ミオちゃんが一番怒ったら怖いんだから。そうだ、ミオを怒らしたらもうとんでもないから。四天王戦してる。二人四天王戦だ。ミオ続ける、ミオ続ける。そしてそしてスイちゃんが画面端まだ入る。あー、残念。さよならさよならスイちゃんの負け。負け。誰ここ開けたの？あたし。あたしかい。つや。何寝てんだよ。つや。まあこれでいいでしょう。あ、こんなところに。おい。あ、あじゃないんだよ。仕事しろ仕事。よし。一生寝るんじゃねえよ。はい。はい、ハイヤー薬、はい、ハイヤー薬定定チャンネル始まり。あ、なんか抜けた。なんかいない。なんか、あ、戻ってこない。戻ってこない。トアが朝になったと思ったらいない。トアが戻ってこないよ。アクタやばい。ということで次回からは一人でエヴァンブロック生活よろしくお願い。アクはソロワンブロック。ねえ、謝ろう、謝罪しよう。トアちゃんごめんね。ごめんね。とーは許して、とっちゃん許して。かわいい、うん、かわいい。ラブチュッ。ペロッペロッベロ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 したら戻ってきた。ベロベロでいいんだ。まあ臭いけど。臭いらしい。喜んでる喜んでる。もうお腹すいたから一回死のうかな。死んでくるわ。私も死ぬわ。待って、見守る。二人で一緒に行こう。おい、なんで反対側行くのだよ。あれ、こっちか。びっくりした。あ、バイバーイ。エンダー、あれ、エンダー。バイバーイ。あー、あれ、そういう感じか。え、トワ様はミナとアクアと同じワールドに住みたくなる。何でそういうこと言うの。なんでそういうこと言うの。左下に書いてありましたよ。なんでそんなあるんだ。面接ってめっちゃ苦手なんだよね、とは。ホロライブのオーディションは、ホロライブのオーディションはとはめっちゃ雑だったよ。雑とは。なんで入りたいんですか。友達が欲しいからですって言ったよ。それで入れたの。入れたよ。だからすごい。アクタンは、私は猫。あ、いいよ、答えられる範囲で。猫かぶって、うん、受けた。コミュ強な感じに頑張ったの。あ、そうそうそう。あ、よろしくお願いします。ははとか言ってさ、ちょっと。ははって何。ははって苦笑い。苦笑いか。ね、笑顔が大事やっぱね。アイドルたるもの笑顔が大事。どういうゲームが好きなんですかって言って、そこから、その時からもうすでに FPS が好きですって答えたの覚えてる。言える範囲で言うけど、うん、でもおかしかったらしい、とわは。オーディションのさ、募集するさ、そこからおかしかったらしい。あなたはすごいおかしいな人ですね、みたいな感じだったよ。なんか、他の人とは違っておかしいから、
面白いから採用しますみたいな感じだったよ。ホロライブってその時 FPS やる子今はちょっとちょこちょこいるけどさ、うん、そのいなかったから FPS の大会とかに出て優勝してみたいですみたいな、うん、それをなんかもたらしますみたいな感じで言ってたんじゃない。で実際に優勝してますからね。いった優勝できましたね。本当にでもマジで FPS いなかった、うん、母ちゃんのオーディション受けてる頃私もやってたか。あ、やってたか。なんかちょっとやってたけど、なんかがっつりやってる子はいなかったかね、うん、ね、だからだから逆にボタンが入ってきてくれてなんか嬉しかったんだよね、あの時で。なんかそれがすごいなんか嬉しかった記憶があるな。一緒にやりたいなとかって思って。あー、でもそうだよね。一人だと寂しい時もあったからさ。うん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 。なんかさ、ミオちゃんってさ、いつもお土産持たせてくれるよね。うん、だから今度はトアがなんか買ってあげようって絶対思ってる。母の日だったら何あげるかな。なんかちょっと失礼じゃない。いや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 、もうママだから。ママになってほしい。船長じゃなくてミオママで行きたい。船長は何がダメなん。船長はちょっと、うん、母としてはムラムラしすぎだと思う。ちょっとムラムラしてる母は嫌だよね。自分のお母さんがムラムラしてたらとんでもないもんね。確かにそれは無理だ。ちょっとムラムラは無理か。もうちょっとそうだわ。ガチのやつ。いや、それが船長の良さ。待って、船長の良さムラムラしてるとこなの。それも嫌だけどね。確